こんにちは。あ、こんにちは。愛知県豊田市に住む加藤さん77歳、最近珍しいものを作ったそう。あ、これですか。これです。ブルーシートをめくると、車のようなものが。こちらは、これは電気自動車です。電気自動車。はい。これはどなたが作られた。私が一から全部作りました。すごい。はい。加藤さんが一人で作ったという車、ボディは木製で、ウインカーやヘッドライトもちゃんとついています。ハンドルは中央にあって、シートは一つだけの一人乗り仕様。そしてこの車にはナンバープレートが。ナンバーがあるということは、この車は公道を走れます。早速加藤さん自慢の車の走りを見せてもらいましょう。注目ありますね。ね、本当にコンパクト、ツヤツヤしてますね。電気自動車だから静かです。トヨタ自動車で長年働いていた加藤さん、もちろん車は大好きですが、いざ作るとなると大変だったようで。失敗の連続ですよ。作っちゃ壊しちゃまた作っちゃの繰り返しで、も大変でしたよ。車を作るにあたってベースにしたのは市販の電気自動車。この車と同じものが廃車になると聞いて譲り受け、タイヤやバッテリー、ハンドル、ヘッドライトなどのパーツをすべて流用。木は高校の同級生の製材所から間伐材のヒノキを大量にもらい、暇さえあればコツコツと組み立てていたそうです。一枚一枚の板を接着しながらやってきました。やっていく途中で伸びたり縮んだりするから、隙間があそこら辺で始めたり、型削ったりとか薄い木を曲げたりとか、そういうところが非常に苦労しましたね。購入したのはネジや接着剤などの備品のみ。費用わずか数万円で車を作りました。設計する際、加藤さんには参考にした車が。それは若い頃に夢中になったというスポーツカー。トヨタスポーツ800を真似したいなという頭でずっと来てるもんですから。トヨタスポーツ800は1960年代に製造された小型スポーツカー、通称ヨタ8と呼ばれ、可愛いデザインが今も人気の車なんです。加藤さんが作った車の正面はトヨタスポーツ800にそっくり。正面をちょっと似ちゃわないとやっぱりダメかなと思って。あ、もう憧れですよ。スポーツカーですから、その当時の歯を欲しいなということで、もう一生懸命お金貯めまして買いましたよ。それにしても、どうして木製の電気自動車を作ろうとしたんでしょうか。トヨタにあるアステというところで木製のカローラを見て、最初は動かなかったもんだから、ああ動かないんだったら自分で動く車作りたいなと。去年5月から製作に取り掛かり、およそ1年3ヶ月かけて完成させました。この電気自動車で加藤さんは取り組みたいことがあるそうで。子どもたちに将来物事の発想、ひらめきだとか、そういうものを大事にして、第二が豊田市、やっぱり車を作っている元ですから、交通安全に何か寄与できないかなと。来月豊田市内で行われるイベントに参加するため、今は整備と走行チェックを繰り返しています。一人で電気自動車を作り上げた加藤さんの野望はまだまだ続きます。